どうも、お酒は立ちなってかまさえんです。こんばんは。今日は2021年8月の19日です。コーヒー飲んでます。今日はコーヒー、これからちょっと出かける用事がございまして、お酒飲んどりません。申し訳ございません。最近三国志新鮮ね、あまりに大三国志千尾が暇なんで始めちゃったんですが、まあスターだ、スタートまったりだから、まあスターマ、はい、うん、面白いですね。面白い。しかもまあテンポがいいから、まあ大三国志の行軍スピードがね、ちょっとかなり遅く感じますよね。まあ今三国志、覇王の行、新鮮、この辺はね早いですから、うん、なんかテンポよくね、進められるなっていうところで結構楽しみながらやっております。また動画出しますけど、同盟にも入りました。なんかお誘いがあってね、入ってくださいよということで、ね、お誘いがあったので同盟も加入してやっております。はい、まあ、結構初心者の方も多そうでしたよね、こういうストラテジー系の、うん、ただ71サーバーですけど、すでにもう混雑状態というのが表示されてます。めちゃくちゃ混み合ってて密です、本当に。ほんで土地やっぱりねえなと思いながら、まあ、まったりなんでいいんですけど、とはいえ大三国志が始まれば、もちろんね大三国志最優先でございます。ということで、私ね、エントリーしました。応天順次ですね、応天順次8月26日木曜12時ということでございます。はい、あと1週間ですね。今日応天順次ね、オープンしてるとかありますから、はい、始められた方ご分で、どこでやるかということなんですけども、あ、出ちゃった。ドッドロロッド、はい、桃園の絆さんですね。本拠桃園の絆さんにお世話になるやりました。よろしくお願いします。で、まあ、東映の絆さん自体が、まあ、多分100名弱だったのかな、もともと。で、そこにね、結構いろんな主人戦、こんな同盟が集まって、まあ、本若だけで200近くいくんじゃないですかね。結構大所帯の同盟になってるので、ちょっと楽しみございますね。はい。で、私、ね、一番最初に声かかったところに大抵行くようにしてるんです。条件が合えばね。うん。ちょっと偉そうですけど、まあ条件っていうのがあって、もちろんこういう YouTube やらせてもらってるので、同盟の名前が出ますよとか、まあ外交とか戦争の内容についてはほとんど触れませんが、例えば工場を配信したり、ね。で、自分のスタだとか、まあ、そういう経過とかを話す際で、やっぱり、同盟にかかることを喋ることありますよということで、それでも OK ならばというところと、私、まあ、主人戦、ね、毎回いろんな人が来ます。一緒にやりたいですっていうところが来るんで、まあ、分隊としてね、活動させてくださいっていうのと、今回一つ言い忘れてたんですけど、僕、主要幹部やりませんよ、ね、うん、主要幹部やりませんって、まあ、いつも言ってるんですけど、結局、まあ、幹部になってくださいとか、まあ、大使とかね、いろいろやってはいるんですが、まあ、主要幹部はまあ、やらないです。で、その条件でいつも言ってるんですけども、で今回その3つ目を言うの忘れてて、あ、忘れてたと思って、副名称をしてくださいって言って、まあ、それをちょっと言ってなかったらね、事前に、うん、やむをえん、これはもう受けようと思って、今回は久々ですね。名称、副名称とか指揮官とかその辺でやるのは久々なんですけども、いつ以来かな、本当でガチでやった、まあ、英雄獣王以来かな。まあ、英雄獣王はね、すぐやられちゃったんで、まあ、そこら辺じゃないですかね。八神とかもまあそうだったけど、うん、まあ、本当にスタートからこうやって副名士とかやらせてもらうのは久々なので、ちょっと気合い入れていきたいとは思って。おりますが、相変わらずね、スタダーの時の日にちが合わないというか、オープンに合わないんですよね、仕事の休みが。
はい、ということで前回同様、仕事休みの翌日なんですね。翌日がオープンということで、最悪のタイミングです、いつもながら。前回もそうだったしな、1回だけなんかオープンの日に休みってことはほぼないです。で、次の日が休みってことがね、1回だけあった。いつだったかな、それこそ au 需要だったから、うん、本当にね。でもね、もう慣れてきました、慣れてきました。もう昼頃インして、すぐインして、なんとか、まあ休憩がね12時パターンと1時パターンがあるんですよ。で、12時パターンだったらすぐ入れるんですけど、1時パターンだったらちょっとトイレにこもらないといけない、こもっちゃいけないけどトイレ休憩入れないといけない、ね、いけませんけど、はい。で、まあ大体ね、その後まったりちょろ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 触って、ま、でも仕事がね終わるの早いので、もう5時にはピシャッと終われるので、そういう日はもう5時にピシャッと終わります。で、そっからやってもね、まあ大体そんな遅れを取らないと、うん、トップオブザトップの方には全然追いつけませんけれども、大体まあその半というくらいかな、その12時間内にはまあ途中を取って、で、そして、36時間内に途中を取るみたいな感じ、ずっとその流れ最近、まあそれでいいんじゃないかなと思います。はい。ただね、まあ不明詞をやるということは、いろいろね、まあ外交だけはやりません、ごめんなさいということはお断りしたんですが、それ以外ね、いろいろ仕事を任されることもあると思います。はい。まあ、200規模ということでね、もちろん制服も狙っていく位置にもあると思いますしね、まあ、いろんな、もちろん協力の同盟ね、たくさんありますけど、まあ、いろいろこう競い合いながら、そして楽しみながらですね、また来シーズンやっていければいいかなと思います。というか線引くで最近ね、星5全く出ないんですけど、線引く結構引きがいいと思ってたんですが、今期まだゼロだと、言うてまだ1週間いるかいないかぐらいなんですが、はい。で、あとスタダ舞台ね、うん、まだね決めてないです、まだ迷ってますね。まあ、バーチョーで行くか候補数で行くかっていう、ベン夫人さ結構強い気がするんですよ。ベン使わないですけど、まあ、バーチョー、新楽、陸校か、まあ、新楽長期候補数か、中隊も使いたい思いもあるし、迷ってますね。はい。正直迷ってます。ただ、馬長がやっぱり、ちょっと候補としては、ね、第一候補かな。うん。第一候補でやっております。まあ、ここ2期はね、候補数でございました。ただ、2期前と前期は、その、反撃のね、調整が入った感じで、だいぶね、環境がガラッと、変わってきたというところもあります。とはいえ、コーススタダーもね、悪くはないです。全然。全然強いと思います。強いと思う。はい。ちょっと迷ってるところなんですが、久々バッチを使いたい思いはあります。はい。それと、来期はね、十条寺が、ゲットチャンスということでございます。てか、ほぼほぼ普通にやっとけば、まあ、ゲットできるようでございますよね。はい。またね、ちょっとこの十条寺ゲットできるので、なんか使ってみたいですよね。コスト 5.5 なんで 4.5、ね、2と 2.5 の武将結構やっぱり余るというか、使わないこと多いので、そこでしっかりなんか組んでね、何軍になるか分かりませんけども、十条寺。制服機の人たちがようやくこう、S3 の人たちはゲットしてるかもしれませんけど、制服機の人らは、ね、ようやくこうたくさんの人が十条寺をゲットして、これから運用されるというのが、まあ大天順次だと思うので、楽しみにしてます。はい。最大勢力値1万2000ね、余裕でしょうね。累計同盟経験値が1000万もね、普通にやっとけばできますよ。で、累計部下8万も余裕だし、レベル46名も余裕でしょう。ただまあこのガチャが一番ですね。ガチャ200回ということで、無料だけ回してるとちょっとシーズン後半早く、うん、シーズンが終わればちょっともしかしたらギリギリ届かない可能性もあるので、まあ、半額は何回か回しとけば無課金の人でも、はい、まあ、到達できると。まあ、ガチ勢は、うん、まあね、すぐゲットしようと思えばできます。無料と半額だけ
を全部回しとけば、まあ、シーズン中盤にはゲットできるという計算ですよね。はい。まあ、私もシーズン中盤にはね、ちょっとゲットしたいと思っておりますので、また、あんまりね、情報出てないんですよね。うん、なんか、聴覚、侵略、従上とか。ゲームエイトさんはなんか、リジューとか使ってたけど、まあ、どういう方向性で使っていくべきなのか。ちょっと、まあ、サポート部署ではありますが、平均値、比較的平均的な、ね、能力を持ってて、ランセイがまあ非常に強力と。ということでございます。はい。まあ、この辺もちょっと皆さんと一緒にね、これ、どうにが強いかちょっと考えていきたいと思っております。はい。ということで、一応ね、もう、方向性がね、決まって、いよいよ、26日を待つばかりでございます。まだもちろん、いろいろ、同盟内の調整とかはあるんですけれども、とりあえず、スタートが決まったので、それに向けて走るのみということで、まあ、それまで、今の時は、参入申請をちょっとやると。いう感じで進めていきたいと思います。4週のイベントもね、終了しました。特に林平レッジにね、たくさんの方と戦いました。ありがとうございました。ライブ配信ですね。ああいうのをね、ずっとやってほしいですよね。配信者としては。はい。ということで、またね、来月、オンラインオフ会、まあ、非公式ですけどね、企画しております。また、詳しいこと決まったら、報告したいと思います。はい。ということで、お酒は私なんてかませんでした。